国語本名、中森貞吉。俗に独特の芸風から、各居の釜掘りや、釜掘りの男子など、あまりにも人気があったことにより、初代とみなす場合もある。芝の当時有名な、金持ち釜や文造宅に出入りしているうちにその家の、ひいきに二代目、桂ツラがいたために、弟子入りした。はじめは、桂斎ラサといいのちに、カツラサとなる。 その後六代目、桂文治の門で文教から、1877年、五郎に四代目、立川男子となった。セン一本で真打ちを務める実力者であったが、捨ててこの初代、三遊亭窓海遊、へらへら伏の初代三遊亭一万立花、ラッパの四代目、立花や円太郎と共に、明治の、鎮芸の四天王と言われ、もてはやされた。芸風は、 各居の釜掘りというマイムギャグを考案し人気を博す。晩年、病気で声を失い周囲の勧めで、寄せの石底になる、準備の矢先に死去。落語を一席やった後羽織を後ろ前に着て、手ぬぐいを四つに畳んで後ろひねり鉢巻きを、扇子を半開きにして襟元へ挟み、座布団を脇に抱え、そろそろ始まる各居の釜掘り、テケレッツのパッ、と言い,い、あジャらカもく 金ちゃん、テケレッツのパッ。カマール石庭喜ぶ。テケレッツの、パッ。などといい講座を歩き回る。今度は、座布団をそばに置き、扇子をクワに見立てて土を掘る仕草をし、この子あっては孝行はできない、テケレッツのパッ。天から金釜各居に与えるテケレッツのパッ。皆さん高校しなさいよ、テケレッツのパッ。というこれらを単純に繰り返す芸であった。 中国の24校の講師の一人の文句を参考にした。ありがとうございます。